トベ設立の舞台裏に嘘滝沢秀明の虚偽発覚とジャニーズファンの不信感。滝沢秀明氏による侵害者、トベ、の話題がネット上を席巻している。7月2日には三宅県、どうなのかには元キングプリンス平野氏要と神宮寺優太という元ジャニーズタレントの合流が発表され、同14日にも、 ジャニーズ JR ユニットインパクト大津落として活動していたメンバー7人の所属が明かされる見通しだ。そんな中、ジャニーズファンの間では、トベの面々が過去に語っていた内容と現実の矛盾点を指摘する声が続出。トベへの不信感が高まる事態となっている。滝沢氏は今年3月、アーティストのプロデュース会社、トベの立ち上げを発表。 自身のツイッターアカウントで実施したスペースにて、僕はやはりもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました、と表明し、新人オーディション開始した。ジャニーズを辞める前から会社設立をもくろんでいた翌4月には、早くも公式 YouTube チェンネルでオーディションの様子を公開。 そこには小中学生と見られる男子ばかりが映っていたことから SNS 上ではジャニーズ JR のオーディションにしか見えないと驚きの声が上がっていたオーディションの応募資格は日本国内在住の方審査過程においてテレビウェブその他媒体にて出演可能な方合格後のレッスンに参加可能な方 としか明記されておらず、年齢や性別は不問なはずなのですが、蓋を開けてみると、オーディションを受けているのは少年ばかり。それ以外の応募者は、書類審査の段階で跳ねたのか。審議は定かではないものの、指導当初から、ジャニーズ色が強い事務所になりそうだという予感はありました。芸能記者。 その後、7月には三宅と平や神宮寺という元ジャニーズタレントの介入を大々的に発表したとべ。以前から週刊誌報道で、3人の介入は公然の事実なっていたが、YouTube での生配信で正式発表されると、世間は大騒ぎになった。三宅さんは5月、2日平野さんと神宮寺さんは同22日にジャニーズ事務所を退場したばかり。 そんな三人があっという間に同社の前副社長が立ち上げた新会社に移籍なんて前代未聞の出来事でしょう。彼らのファンの多くはトベでの再始動に熱狂しており、ファンクラブへの入会者も後を絶たないようですが、一部のファンはジャニーズ事務所二号店のようなトベへの合流に納得がいっていない様子です。またジャニーズを応援するファンの中には、 滝沢氏の行為をただの引き抜きではないかと見る向きもあります。前どう。そんな中、現在 SNS 上では、戸部の面々の嘘が注目を集めており、それが同社への不信感を高めることとなっている。まず一つ目の嘘は滝沢氏が戸部の設立準備を始めた時期についてです。 昨年11月1日に滝沢氏が電撃退社したと発表されると、その直後にスポニチアネックスが新会社設立を報道。すると滝沢氏は自身のツイッターの利用欄を更新して、新会社、何の話、俺は休みたいんだよから、朝からビビるからやめい、と完全否定していたんです。ところが、 トベが公開している仕事依頼用のメールアドレスのドメイン、東部グラップ JP をドメイン名登録情報検索サービスにかけると、登録費が2022年7月24日と出てきます。つまり滝沢氏はジャニーズを辞める前からトベの準備を進めていたということになり、11月上旬に新会社設立を否定したのは嘘だったわけです。 またオーディション情報を掲載している東武ヌーズター JP は昨年11月16日所属アーティストの情報をまとめている東武オフィシャル JP は今年2月24日に登録しています。エンタメ編集者。二つ目の嘘だと言われている事柄は神宮寺の退所理由についてだ。神宮寺は退を発表した際。 キングプリンスへのファンクラブ会員向けに公開した動画でその理由を語っていた。僕はキングプリンスをとして海外に進出することが僕自身とジャニーさん応援してくださっているファンの皆様の大切な夢の一つでした。その夢を追い続けるために活動してきましたが、活動していく中で海外進出のことだけでなく活動方針の考えが変わっていきました。 自分勝手な考えではあるのですがこれから先メンバーがこの先一人でも退場するという話が出た時自分も退場させていただくということを勝手ながら自分の中で決めていました一生ジャニーズで居続けるの嘘を校舎の内容をそのまま受け取るとキングプリンスが5人でいられないのであればグループ活動はできないということでしょう しかし、平野さんは7月10日に更新したインスタグラムのストーリーズで自身らのことを二人組と言っており、二人は今後どうとして活動を行うとみられる。一部で神宮寺さんの退場理由はグループ活動はもうしないという意思表明のように受け取られている節があり、神宮寺さんの退場理由に矛盾が生じていると指摘されています。 結局のところ神宮寺さんは5人では活動できないけど、平野さんとだったら一緒に活動するという考えだったわけで、キングプリンスへのファンティアラの中にはショックを受ける人もいるみたいです。前どう。一方、平野は退場発表時に誰よりも、 海外進出への思いを訴えていただけに、ファンは海外の事務所に所属し、花々しい世界デビューをするのではと期待していたというが、結局、古巣の先輩である滝沢氏の戸部に合流。しかも、現時点ではまだ海外への挑戦について、具体的なプランを何も口にしていないとあって、がっかりするものは少なくない。今後の展開によっては、 平野の退場理由も嘘と言われてしまうのでは、前どう。さらに、14日の配信で合流が発表されると見られるのインパクトオーズの面々も、ファンに対し、すでに大きな嘘を吐いてしまったという。インパクトオーズを昨年8月、ジャニーズ JR 恒例の夏の公演、サマーペラダイス2022に出演したのですが、その際、リーダーの影山拓也さんが、 何があっても一生ジャニーズで居続けると宣言していたんです。しかし、グループの生みの親である滝沢氏が電撃退社した後、昨年の12月下旬には、週刊文春が全員の退場スクープ。今年1月には、ジャニーズアイランド社長井ノ原義彦さんが、デイリー新潮の独占インタビューで、 12月中旬に NHK の音楽番組ザ少年クラブに出演する彼らの楽屋に仕事の提案をしに行った際に突然向こうから切り出されましたと報道を認めました。ファンはふみはるの報道当時影山さんの一生ジャニーズ宣言を信じると声を上げていただけに井ノ原さんが認めたことで大きなショックを受けていましたね。 やはりファンとしては、7人で活動を継続することの方が重要なのか、今はもう飛べ入りに前向きな様子を見せているようですが、問題は飛べに不信感を抱くその他のジャニーズファン。彼らの飛べ所属が正式発表された場合、影山さんの過去の宣言が蒸し返され、批判の敵になってしまうのでは トベをめぐってすでにいくつもの矛盾点が指摘され嘘ばっかりとの声が上がるのも仕方ない状況だと思います。エンタメライター。盛り上がりを見せる一方で批判も多いトベ。果たして彼らは今後どんな活動を展開していくのか注目していきたい。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。